シャーペンニュースダブルラッキーセブン、シャーペンです。モーストニュースの翌日に今週のいろんな情報をできるだけ短く丁寧にまとめていく動画でございます。まずロキ獣神が回、あのエヴァの回は集金入らず通常来ましたね。普通のキャラクターも来て、でさらにロキっていうもう一時期覇権を握ったキャラクターですけども、性能はこんな感じ。まずアビリティはダメを原作株対応もらいまして、でキラーがスラベに移動して M に昇格しましたね。魔王キラー M、 魔王に対してさらに強くなって、元の地雷対応はコネクトスキルに移動、まあ、書いてよくありますけども、まあその埋水が強力な超埋水に昇格しまして、でまあちょっと使いづらいですけども、一応友情底力も獲得しましたね。で発動条件もこれ初めての2通りあるものでして、自身と種族が異なるキャラクターを2体以上、まああれですね、多分神族なんで神族を2体以下パーティーのか、もしくはパーティー合計 HP が10万5千以上ってもので、これほんと捨てによっては艦隊組めるっていう仮名とか積んで、多分厳しいと思いますけど、艦隊でもなくとも3体とかはかなりいけそうではありますね。ただこの HP を増やすと友情底力が発動しづらくなっちゃうんで難しいんですよね。だからちょっと考えてるのはハーレーアルファが相性いいんじゃないかなとはちょっと思いました。で友情コンボはこれ変わってないんですよ。重心化からワンウェイ EL と超強爆発なんですけども、元からもう超砲撃なんで線形を使わずとも誘発が 100% 複数編成が強いという感じなんですけども、まあ、さらにこの SS が自強化と友情ビット展開、まあ、動けるようになりましたし、やっぱりそのコンセプトとしては従来のワンウェイレーザー EL を魔王キラー M とか友情底力とかこの友情ビットとかですごい増強させるって感じですね。まあ、面白いですけども、やっぱ条件揃うのは厳しくて、魔王が出る HP 半分以下にする SS16 ターンも貯めるみたいな、あと玄関強だともう友情コンボ強すぎるわけではないと思うんで、まあ、しかも直近で 2-4 オールが実装されてるんで、まあ、クラフェのもんじゃないですけども、対応違いますし、やっぱ友情コンボのインパクトってのはちょっと劣りますね。ただまあコネクト3で超埋水が入ったり、SS も自強化になったんで、コーナーアイドに目を向いたのかなっていう。多分結構多くの人理想だった普段使いがさらに良くなるみたいな感じじゃなかったですけども、まあ、ちょっと違った重心が回でしたね。そっちかって感じでした。とりあえずあとはステータスですね。ただまあ回そんなにステータス変わんないんであんまり期待できないですけども、とりあえず重心が回。おめでとうございます。で次が真珠獣神化、割となんか僕予想してたんですけども、最近動画で話題に出せなかった途端に獣神化したんで、マジなんか僕死神なんじゃないかっていう獣神化の逆進性能こちら。いやグリッターボールですよ、2体目の、まあ、これイデアなんですけども、しかもこれ砲撃型なんでイデアよりも 1.4 倍の威力出せるっていう。ただこれ難しいですから結構人を選びますけども、まあ、とにかくこれ壁4フレした時のボールはめっちゃ出ますね。ただサブはボーリアップなんで砲撃型関係ないですけども、多分それほどグリッターボールが強いんじゃないかなと思いたい。でアビリティは神化の全属性耐性が M になって、無属性耐性 M も獲得したんで、もう全ての攻撃を半減、まあ、耐久力さらに上昇しましたね。まあリモンアルファ的な感覚で、 SS はランダプラス回復で配置もできるんで、まあ、対応は重力のみですけども、やっぱ相当結構ロマンキャラというか面白いキャラになりましたね。多分好きな人とことん使えますし、また、あ、今後の高難易度は厳しいと思いますけども、19極とかあと裏22発射塔の今やってる西、あの火ダメも結構抑えられるんで、まあ、そこを連れてきますし、まあ、グリッターボールを駆使して遊べるんで、これは結構面白い方向に行ったんではないかなと思いました。重心化おめでとうございます。で新水ゴーゼスノクターン初降臨が5月15日金曜日19時から21時で、新ギミックありまして、ボールユニット、まあ、一応感触というか触った時はあのキャノンユニットとかと一緒で、あの通り抜けできずに跳ね返る感じですね。でこれ赤と青の2種類あって、赤色からは激中反射のボールが発射されまして、まあ、これでダメージを与える。で、青色からは貫通でダメージを与えるボールが発射されまして、またおそらくビジョンベースの足的な感じだと思われる。で、これ色で月収決定してるんで、まあ、こちら側の月収関係ないと。だから別に反射貫通両方必要ではないですし、多分おそらく敵は制限がいたり、多分内部弱点がいたりすると思うんですけども、こちら側は別に関係ないっていう、なんかまたちょっと頭脳的なクエストになりそうですね。今のところ今怪しいのは、まあ、重力ワープでビナーか、まあ、地雷魔法陣でツタンカーメン神化かなって感じですね。とりあえず頑張りましょう。コトダマンコラボ第2弾、まあ、一応コトダマン側でモンストがコラボしてまして、モンスト側にも、まあ、クエストとかないですけども、まあ、ミッションが特設サイトに飛ぶとこのニューワードがもらえますね。まあもうミッションがもらえるんでもらっておきましょう。次回のモンストの日、ラック引き換えが重力2個特ダマフエルビスケットで、ラキモン3種類所持で選べるブル2個で、購入するのが0時から2時に混合ヤシャメを、11時から13時に蓬莱、19時から21時にイデア。で、一応リリスも2回購入しますけども、これモンストの日関係ないんで、まあ、そんなにこの日にやるメリットはないですね。で、超級勢アマテラスは7時から9時、伊達政宗は15時から17時って感じですね。
エヴァンゲリオンコラボ作れるモンストの日は明日だけなんで、まあ、終わってなかったり進めたいっていう方はがっつりここで周回していきましょう。来週のラッキーモンスター、シャーバン、クルップ、ノバリオン、ダヴィンチ第10使徒、ジューダス第13号機。まあ、エヴァコラボ2種いるんで、この際作っておけば一石二鳥ですけども、やっぱ13号機めんどくさいんで注意ですね。まあ、直ドラなんでめんどくさいって方は他のキャラ作って、できれば作っておきましょう。はい、というわけで、まあ、ここ2、3週間が濃厚すぎて、今日のニュース薄いっていう方いましたけども、これぐらい普通だと思うんですよね。てか、なんでそれでも多い気がしましたもん。ちゃんと回もありましたし、感謝したいですね。というわけで、よかったらコメントなんか皆さんの気になった情報とかありましたら、どんどん書いていただけると嬉しいです。あと、ついでチャンネル登録していただけると、こんな感じで、毎日もその動画投稿してるので、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくので、どうか、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。サーバン。